はい、今回皆様にロシアのウラジオストクにある、高級感ある食堂、二塁台で、昼食した時の動画をお見せさせたいと思います。ここ結構おすすめのね、食堂です。セルフサービス式の大衆食堂、ロシアでスタローバヤっていうんですけど、今回ここ2回目の利用でした。見た目ですかね、大衆食堂に関しては。でまあ、選んだのはね、まあ、自分の好きなものを取ることができるんだけど、その後最初に会計レジがあるんで、そこで支払いをする形になります。で、その後、トレイをね、テーブル持ってって食べる感じ。はい、今ね、どこにいるかというとね、ウラジオストクにいます。ウラジオストクということで、今入ってる食堂で、ね、レストラン、本当にこれレストランと言ってもおかしくないですけど、食堂に今いますということで、今から食事します。ここは食堂ということで、いわゆるその自分が欲しいものを取って、最後に支払いをする感じで、こういったものって結構この9層、このロシアだけの9層のものがあったりするんだけど、その中でな、非常に、庶民的なメニューなんだけど、割と、ね、お手頃価格なんだけど、すごく雰囲気がいい感じなんですよね、あのレストランのね。ということで、今頼んだの、取ったのがこのシチュー、あとはこのアクローシカという冷製スープ、冷製のこのキュウリでやってですね、ということで、ゆで卵とか入れた後、夏のスープ、冬は飲まない、夏、この暑い時期に飲むんで、冷製スープが使ってます。この間、中小高生のベラルーシって言ったら、おいしいです。で、サラダがこちらということで、こんな感じで、ビートルール、赤かぶせたもの。美味しいね。ロシアって言ったら黒パンなんで、黒パンと一緒に食べて酸味がちょっと効いてる、美味しいね。なんでこういうレストラン、食堂ですけど、こういったところで皆さんぜひともね、来ていただくと結構楽しいです。